え、この間大学行ったらしいね。あ、ガイダンスがありまして、ね、どうよ、行ってきましたよ。とうとう大学生の第一歩じゃないそれ。そうですよ、まだだけどね。あ、まあ言うてもまだだけど、どうだった行ってみて。いやまあね、どう、キャンパスライフでそこで過ごすんだよ、まあ、思った通りなんですけど。おお、どうだった、やっぱすごいでしょ周りは、周りさ、みんなこう勢いのあるさ、人たちがやっぱキャピ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 してるわけじゃない。その中でやっぱドーンってかましちゃったんでしょ、どうせ。うちから出て帰ってくるまで一言もしゃべりませんでした口を開かずに済みましたちょっと待って、え、なんです、だってさ、今後そこで生活していくわけだよ。未来の同級生で、友達は、友達できた、友達できたっていうのは喋ってないですか。あ、でもさ、え、まあそんなもんだよね。みんなだって初めましてでしょ。みんなやっぱそれは緊張してますよ。そんなのガチガチで、みんな多分一言も喋んないで、みんな帰ったと思いますよ。それは内山君だけ、内山君がネクラみたいになってますけど今。そんなこと全然ないですよ、本当に。うん、僕の後ろの二人はメールで交換してましたあ、でもさ、きっとさ、それはもともと友達同士ってことは、いや初めてでしたないよね、それは。メールで交換。